所沢神明社は、埼玉県所沢市宮本町にある神社である。陶器場の宗教法人名称は、神明社。所沢宗神守であり、関東のお伊勢様としても知られる。6月第1日曜日に、人形供養祭が行われる。日本穂高がこの付近で休憩をした際に、アマテラス大御家に祈りを捧げたという伝説にちなんで、祀ったとされているが、 文政9年に起こった火災のため、記録資料等がすべて消失し、それ以前の詳細は不明である。1911年4月に日本最初の飛行場として開設された、所沢飛行場において、その初飛行のパイロットとなった徳川義徳が前日に関係者数名とともに正式参拝したことから、今日では特に飛行機と空の安全に関する祈願の ために参拝客も訪れる。小高い南向かい斜面の上に立つ所沢新名社は、新名社としては、比較的規模の大きな神社で東、西、南山方に鳥居と山道があり、本殿の北、西側は、神樹の森となっている。総日の木造りの現拝殿は1934年3月、造営されたもので、 屋根には先端が水平に切られた地儀の間に太いカツオギが並んでいる。他、本殿に脇に小さな村地祠が設けられ、稲荷社、来電社など多数合祀されている。名合詞お払い。ありがとうございます。